番で4番4番かわいい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。私たち高瀬ダイナガールズです。よろしくお願いします。ちょっと突っ込みたいことが、あ、何さっき和紙のお姉様方が、うん、ダイナ高須っておっしゃってました。高須ダイナガールズだね。逆です。はい、高須ダイナガールズです。よろしくお願いします。さあ、私たちに岐阜県五条市にある高須スノーパークとダイナランドスキー場を盛り上げるために結成されたアイドルユニットとなっています。はいはい、はい、実はですね、あのさっき午前中のステージでも言ったんですけど、今までね5人メンバーいるんですけど、なかなか ね全員揃うことがなかったんですよね。初めて、はい、今日ね、全員揃ったということで、私たちもちょっとテンションが上がっております。ね、嬉しいですね。さあ、私たちのグループ名ね、今皆さん覚えてもらえたかと思うんですけど、それでは、ね、メンバー5人いるので自己紹介をまずはさせてもらいたいと思います。はい、じゃあ誰からいきます？今度逆パターンからいきます。逆パターンからいきます。じゃあ私からお願いします。本日はしましょうか。本日は高須ダイナ行きの特急列車にご乗車いただき誠にありがとうございます。高須ダイナで皆さんのお越しをお待ちしています。こっちゃんこと神崎小町です。鉄オタです。よろしくお願いします。じゃあ続いてもう1品。はい、 B 型代表メンバー1のマイペース坂井萌え萌えりんです。お願いします。これは後ろ間がね。お願いします。はい、真冬に実ったプチトマト、栄養満点、笑顔は100点、まんまるほっぺのリコピンです。よろしくお願いします。トマト、トマト、トマトだよ。続いて、はい、アテンションプリーズ。こちら名古屋発ゲレンデ行き、味噌カツ濃いめ、顔薄め、クールビューティーの最年少、みなみんこと田原みなみです。よろしくお願いします。薄め。私が入って言ったらみんなでミキティって呼んでください。お願いします。ちょっと大人なグリーンティー、ほっと一息ミルクティーだけどやっぱりはいミキティー。ありがとうございます。倉沢美希です。よろしくお願いします。ミキティー。ありがとうございます。さあ、この5人で高須ダイナガールズとして活動しているんですけれども、じゃあね、今日は私たちの、ね、歌を披露させてもらえるということで、はい、まずは皆さんに聞いてもらいたいと思います。はい、はい、高須ダイナガールズでフォール。恋にフォール落ちてゆくも、もっと前進まんきゅうとか「この
私たちダカスナイナガールズから、ね、ちょっとしたお知らせとか、はいはいはい、ダカススノーパークとダイナランドのちょっと紹介とかねしたいと思います。はい、はい、とかね、じゃあダイナランドのおすすめポイントありますか、リコピン。はい、ダイナランドはなんと今年から夜にイルミネーションが始まるんですよね。そうなんです、ゲレンデイルミネーションでございます、ね、今日ね、あの私たちのブースっていうか、まあ、マックアスグループのブースがあちらのスキー場のご紹介しているところにあるんですけど、そこにもね電球とかを置いてあるんですけど、全部で 1500? 違うわ、1500だったら少ないもうねめっちゃ盛りだくさんの電球があるんで皆さんぜひ見に来てください。でも見に来てもらえばね、どれぐらいすごいか分かると思うんで、そうそうそう、ね、見に来てくださいねはい、じゃあ高須スノーパーク、そうですね、25日に一応あのプレテン投資機を行う予定になってて、私も多分行く予定になってるので、はい、私も、はい、行きます。私たち3人青組が行きますので、はい、皆さんよかったら遊びに来てください、ね、じゃあみなみん、はい、高須スノーパークの魅力は何ですか、おすすめポイントとかあれば。おすすめポイントですか、おすすめの前に、はい、高須スノーパークって、はい、19にオープン予定なんですよ。そうなんですよ、はい、予定ですけど、はい、予定ですけど天然雪にねこだわってるから、こだわりがあって、うん、天然雪が降ったらオープンしますという形です。はい、それもまたライブ、そう、ね、あるからオープンすれば19日かな、はい、19日にオープンすれば私たちもライブをできる予定になってるんで、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、ま、ちなみにダイナランドはもうオープンしてます、はい、もうすでに行った人いますか。あ、いますね、ありがとうございます。まだ手を挙げなかった皆さん、ぜひダイナランドもオープンしてるんで、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。はい、ちなみにですね、そうなんですよね、みなみちゃんも来るのかな、いつ来る、まだ決まってないあれ、来週、ね、リコピンじゃない、間違えた、萌えですよ、萌えちゃんは来週行くらしいので、はい、私とミキティもね来週行くんでね、 16日行く予定です。いいな、はい、ちなみにダイナランドのインフォメーション来てもらったら、私いつでも皆さん来るの待ってるんで、ぜひ声かけて。そうなんですよ、バイトしてるんですよみんな笑うんじゃないとか言って皆さんぜひ遊びに来てくださいね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、それではさあ、それでは呼びますか。